集合集合集合。うわなんか元気ないね今日。集合集合集合。誰がどれですか。牛が私です。牛が私です。どっちだ。豚は誰ですか。豚が私です。わかりやすい。え、この並びで豚ルザピなの珍しいよな。絶対米賞豚役じゃん。おい、チビが。うるせえでか。俺じゃないそれ。それ俺じゃない。なんか殴られたなんか。それはまぐり、それはまぐり。繰返ししとこう。一回は一回だからね。間違えた。ということで、私たち全員動物になっちゃったわけですよ。つまり、このシリーズは終了。そして、ダイヤ装備から始まる異世界チート無双生活。攻撃力5万倍の世界で。あれ、俺何かやっちゃいました。やっていこうかと思います。でもどうするんですかよ。いやそう、ともね言えないんで、私たちこの世界で生きるって決めちゃったんで、動物になった体だけど、なんとかして怪獣薬を手に入れなきゃいけない。そうだよね。で、怪獣薬は呪いといえば魔女。はい、そもそも私たちを魔法にかけたのもどこかの魔女だから、うん、魔女をぶっ倒せば怪獣薬の1個や2個持ってるんじゃないかっていうことで、今回ひたすら動物の体で魔女しばきまくり大会です。魔女しばき怖いよ。魔女狩り行きましょうか。魔女狩り3チャンク。これはちなみに俺たちツール使えないじゃん。そう、武器ないよ。だから素手で行かないといけないってこと。いや、だけど私たち怪獣薬飲めるじゃん、動物の姿のまま。そうだね。ってことは液体は飲めるんよね、別に。はい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 、はい、だからワンチャン力のポーション使っていくっていうのもありなのかなって思ってるけど、力のポーションってどんなレシピだったっけね。わからん。結果さ、手間取ったところでさ、連続して見つけないと結局ポーションの効果切れちゃうじゃん。あー、まあ確かにな。でも牛でさ、牛乳飲んだら毒む効果できるんじゃない。あ、そうじゃん。あー確かに。あ、じゃあウィッチ無力じゃん。無力ではないよ。いや違う違う、待って違う。あ、でもいいのか、バケツはいいんだっけ。バケツは俺らずっと飲んでたから。そうだね、水使うのはなしだけど、あの水入りバケツは道具扱いだけど、ミルク入りバケツは食べ物扱いみたいなルールだったっけ。そうだね。あ、じゃあこれで毒無効化できるから、私たちあいつらの攻撃効かないじゃん。あ、意外と殺せるんじゃない。ただルザ君は、ルザ君はどっちかに毎回お願いをしてください。空飛ぶもん。空飛んでるから。空飛んでる上から見てる。空飛ぶ。じゃあ魔女ってどこにいるの。なんか出会いやすい場所とかあるの。魔女はね、しっちすっちせっせっせっせしっせいけば出てくるよ。俺たち最近結構無関係のことに対するなんか無関用さが結構増してきたよな。いいんだいいんだ、だって別に3チャンクできてまだ半年ぐらいなもんよ。天下のさ、あんなもう大バズりしてる有名人がいちいちできて半年のグループに名前突っ込んでくださいって言わんって。うん、てか普通にさ、逆に俺たち他の実況者が名前出たら嬉しいもんな。嬉しい、見に行くもん。ツイッターでエゴさしてさ、なんか何々さんが3チャンクとコラボしたいって言ってたから実現してくれたら嬉しいなみたいなことしたら、そんなこと言ってたんかと思って生放送見に行ったりするもん。わかるわかる。アーカイブ見に行ったりするもん。悪口とか言われてたらどうする。悪口言われてたら、うん、勝手に名前使わないでくださいってお母さんに言ってもらう。ママ主導か。でもこれ手分けするのがいつもなら効率的にはいいんだろうけど、多分俺たち一体じゃ倒しきれないよな。全員で行かないと無理だねこれは。いやでも3回してで馬を使えば、私たち足速いから3回して馬を使え、待って待って、パンも少ねえぞ。誰かちょっと馬借りていい。もしかしたら駐屯地に私の馬がいるかもしれないから見に行きたい。牛馬ゼブラ。馬どこやったっけ。馬どこやったっけ。俺も忘れちゃった。あれ、牛馬ゼブラどこで置いてきた私。サンチャンク、この守り神全然役に立ってねえじゃん。私たちのこと全然守ってくれてない。守り神と俺交信できるからちょっと話聞いてみるわ。うん、ピーピーポコポコプヨーン。全部自業自得だって言ってる。だからもう本当に放任主義じゃん。何も役に立たない神様だな。守り神って言ってるけど守ること放棄してるじゃん。いやでもピョンポンポンポン。でなんかこいつ曰く、なんか本来ならエンドラが今この村に8体来てたけど全部追い払ったって言ってる。あ、そうなんだ。それはありがとう。うん、危なかったな。うん、口だけじゃないこと祈るわ。じゃあ行くか。湿地目指そうぜ。か、オッケー。え？え？私の馬いた。私の馬いた。どうせやん。どこに？ちょっとやばいことが起こった。ちょっと待って。私たち今このから、ちょっと待って、やばい。ガチでやばい。ガチでやばい。ちょっと待って。私たち今この体でこいつ倒せんの。いや無理だよな。
ちょ、あのネザーゲートの方に来てくれればわかる。とんでもないことが起こっちまっちゃう。スタバに侵されてんじゃん。やばいぞこれ。これやばい。この姿で倒せる。なんだあいつ、なんかエンチャントされてんな。倒せたらあの骨馬盗むことができるから、それで私たち冒険いける。どうする、戦うか逃げるか。これ何何何これ。でも弓エンチャントされてるからきついよなこれ。どうする。え、これ何、どういうことこれ。え、初めて見たんだけど、これ何これ。いや、レアモブあ、そうなの。スケルトンホースに乗ってるスケルトン。3体いるじゃん。4体いるよ多分。ほら、でも俺たちさ、炭治郎ハウスの奥にもいるから4体いる。ちょっと待って、でもさ、普通にさ考えてさ、俺たち1回でも死んだらどんどん下がっていくから。いや、そうなんだけど、さすがにアリになられるとまずいからどうしよう。でも倒したくね。いや、だから道具を使わずに倒す方法を考えればいいんだよ。マグミはマグミ、マグマはマグマバケツ使えないから、あそこのなんかマグマ施設を破壊して流れてきたマグマで倒すってこともできるんだけど、できれば上のスケルトンだけを倒したいんだよね。砂で窒息死させると、あの馬の当たり判定とスケルトンの顔の位置って違うから、スケルトンだけをうまいこと窒息死させれば馬を盗めるっていう。ただそんなうまくいくかな、馬だけにっつって。サンチャンク、砂でこいつらを撃ち抜いてやるよ。まるでスナイパーのようにな。砂だけに無理だ、埋めるの無理だこれ。一回柵で囲ったりとかして窒息死させるか。私たち透明だから、触れた瞬間でも襲ってくるんだよ多分。そうそうそう。ほら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 。いや、でも大丈夫大丈夫。私たち動物だと思われてるから、一定距離置けばヘイトがなくなる。で、一旦こいつら囲いたい。狙われてるよ。大丈夫大丈夫大丈夫、マジで大丈夫、安心して。ほんと、あ、影消えた。ういいけ、ごめんしょ。ほっ、牛の体だから結構ね、タフなんよ。ナイスナイス、あ、いけんじゃないいけんじゃない、いけ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 、おーナイス、よしやった。じゃあこれで3人で骨馬に乗って、骨馬ライダーズで行こうぜ。ちなみに骨馬は懐かせる必要ない。あ、そうなんだ。そのまま乗れる、うん、うん、めっちゃ気持ち悪いぞ俺たち確かにキャラ感えぐいな、めちゃくちゃ悪いなんかさ、ちょうどさ後ろサイズと合ってるからさ、うん、俺なんかキメラ感がすごいね、うん、キメラだ。じゃあ行くか。湿地こっちの方だったっけ、ルザピー。覚えてないな、見た記憶。こっちの方にまっすぐ行った。湿地そもそもなかったっけ。地図の端っこに行った時じゃない。そうだ、こっちか。こっち行って、リスポーン付近の場所からどっちかの方向に進んでったんだっけ。なんかね、地図にね、端まで書いてあるんよ、多分。まあ、行ってみようか。自然湧きしてるのがいるかもしれないし。サンチャンク。なんか村あることない？村ある？若いの、なんだあれ、どこ村？ あ、あるある、ほんとだ。え、村やん。なんでこんな近くに村あんのに気づいてなかったの私たち。え、遠くから村人をネザー経由で連れてこようとして死んだけど、こんな近くに村あったのはこいつら連れてくればよかったじゃんそう、うわ、いやでもあれだよ、マグリなんかあの、うん、同じバイオームのやつにしようみたいな言ってたじゃん。あ、そうだそうだそうだ、確かに。だから意味があったんだよ多分。まあ確かにな。いや、その前に一回寝よう、ここ、うん、壊滅する可能性あるから一回寝よう。うわこんな近くにあったんか。よーし、骨馬に名前つけないのみんな。つけない、つけない私のこいつボンスっていう。湿地探すか。年齢が近い人がいるかどうかわかんないから。わけのわかんない年齢法な。千何歳とかいたからな、お前。いたいたいた。で、1万歳になるとゴーレムになるんだよ守り神に。あ、そういうことか、うん、そう。ピチピチのね、16歳もいたしね。ね、すべて揃ってる。まあ、唯一出身地が違うっていうところが。え、待って、そうね、この人4人子供いる。よ、4つ子連れてる。ピチピチギャル4つ子連れてる。まあ、あ、炭治郎、炭治郎、大丈夫大丈夫経験ある方がいいから、炭治郎経験ないから。16歳で4つ子連れてる人と炭治郎結婚すんの。まあ、炭治郎が好きなら。恋にね、そういうの関係ないからね。あ、湿地あった。私今見つけた湿地。ナイス。いや、まったくお前ら、お前ら本当にちゃんと湿地探してんのか湿地とともに俺の馬、誰かパクったでしょ俺が捨てた。あ、ここにいた。ここいるよ。ちなみにスケルトンホース、みんなスケルトンホースで川渡ってみ。川渡り、いえ、早い。そう、普通の馬だったら毛がびしょびしょに濡れるの嫌がるんで振り落とされるんだけど、スケルトンホースは水の中も渡れちゃいます。あ、そうなんだ、めちゃくちゃ便利じゃん、うん、こいつ。そう、さっき調べた知らなかった。調べたら出てきて、で、本当かなと思って試したらできたから、元から知ってたかのように言ってみた。こんなババ初めて見た俺。いや、まあレアだからね、なかなか、うん、サンチャンク、あれ違うの、なんか。いや、多分湿地にあるならそうじゃない、うん、なんかこいつ。そうだナイス、ね、え、めっちゃサクサク進むじゃん。
ね。まあ、ただ、うん、あ、本当だ、あった。ただウィッチはそう簡単に開示薬持ってると限らないから、全部のウィッチが。ああ、そうなんだ。だから倒してみて持ってない場合もある。ひたすら狩らないといけない。え、あっこから無限に出てくんの？無限湧きじゃないかな、どうだろう。あ、いました。いた？よし、倒そう。中にいます。だ、戦闘は私たちに任せて、タンクにもなれるし、ミルクで状態異常も消すことができるから。私たち意外とさ、牛って意外と戦闘のサポートめちゃめちゃ強いんじゃない、ね、タンクにもなれて味方の状態異常直せてって、いい編成だな。まあ、あと一人ここにプレイヤーいたら完璧な編成だったんだけどてかプレイヤーがいたら豚いらないわ。いたら僕いらない、いらないわよし、倒すぞ、素手殴りで。これどうやったらいいんだろう。まずここちょっとルザビブロック置いてくれ、足場ブロックを。Thank you。 よし、で待てよ。はい、これでボコボコに殴ろう。あ、一個手前に置くか。これであいつはもう出てこれんくなったから、ひたすらボコボコに殴る。はいはいはい。あ、待って、痛い、毒食らった。はい、ミルク飲む、ミルク飲む。はい、ナイスナイスナイス。俺も行く、任せた。ちょっとヤバくなったら交代して。まだ大丈夫ギリ。でもこいつ回復ポーション、いや、みんなで行こう、みんなで行こう。これね、こいつ回復ポーション飲んじゃうから、素手だとなんか殴るよりも向こうの回復の方が早いかもしれない。狭くしよう。あ、ナイスナイスナイス。じゃあこっちも穴開ければ。あ、回復ポーションみたいなやつ飲んでる。そうそう、だから殴りだと間に合わない。よし、いけるいける、いけ、頑張れ、いけ。え、こんなに殴っても倒せないか。回復速度の方が早いんかな。やばい、倒せない。無限にこいつ回復してやがる。じゃあ3人全員でやんないといけないかも。これ一回撤退してください、隊長命令です。一回撤退して3人同時に入って同時に殴んないと、多分ね、殴ってもバラバラに殴っても向こうの回復スピードの方が早い。どうしよう、どうしたらいいんだろう。じゃあ、だから3人で同時に囲って殴るしかない。あとクリティカル入れれないから DPS が出せなくて向こうの回復スピードの方が早いのもあるから、まずここの天井ぶち壊そう。はい、あれルザビ水バケツ使ってね。使ってないよ。あ、使って、え、これはこれ誰か飲むときに置いたんじゃない。あ、そうか、飲むときに置かれちゃっただけか。ちょっと水バケツはこれダメなんで、これ全部一旦こっち側に捨てるね。一旦どっかに捨てます、水。はい、じゃあ一回天井ぶち壊してクリティカル入れられるようにしてから3人で一気に攻め込もう。オッケー。全員でクリティカル入れて3人で同時にやればいける気がする。これでいけそう。痛い。あ、無理だ、いけない。体が上がってくる。だから普通に殴るか、これ。あ、これいけんじゃない、これいけんじゃない。殴れてんのかな俺。あー、落ちた。いけるかいけるか。いや、硬すぎる。え、ちょっと待って、回復速度の方が速くね。私たちこれ殴っても無理じゃない。え、倒せないことある。待って、俺殴れてない。あ、痛い。どう、落としてる。うわ、何も落としてない。嘘、何にも、何の成果も得られませんでした。もう一体枠まで待つしかないか。一体倒すのにこんなに時間かかんの、ね、そっか、ウィッチってさ普段だったら数発殴ったら倒せるけど、回復の方が早くなっちゃう可能性があるんだね。じゃあこれ枠まで待たないといけないけど、ちょっと離れて待ってみる。そうだね、あれも探しとくか一応。そうだね、そうだね、もう一個ぐらい小屋あったら結構いいかもしんない。サンチャンク。いや、これをあと何回繰り返さなきゃいけないんだ。10体に1体ぐらいだと思うんだよ、持ってるの。これを10回繰り返さないといけない可能性がある。根気強さがいるね。うん、かなりやばいかも。全員が動物になっちゃったからにはそれするしかない。逆にさ、これで簡単にウィッチ倒して怪獣薬手に入るんだったら、ダイヤ集める意味なくねってなっちゃうからね。確かに、こんぐらいしんどくないと。あー、鬼畜だ。鬼畜だな。そろそろ湧いたかな、新しいウィッチ。一回見に行ってみるか。うん、一回見に行ってみよう。なんとかしてウィッチを楽に倒…あ、待って、それこそ窒息で倒せばいいじゃん。確かに、小屋の中にスポーンしたら上から砂を落として窒息させればいいんじゃん。ああ、普通のマスオいた。マジ、ナイスナイスナイス。倒してくれ。あの横村…え、村ってこれ私たちがいる村。待って、なんかさ、あ、いた、馬。待って、この短時間でさ、私スパイダージョッキーとチキンジョッキーと骨馬全部見つけたんだけどその後何を普通に撮影開始前にスパイダージョッキーも見つけてたんだけど、全部いた、この短期間で。すごい、運いいかもしんない。ってことは怪獣薬ドロップするかもしんない。運が来てる今。確かに。ルザ村どこだ？あれ、テスポーンしたかも。マジ？あ、コメショウいるよ、コメショウ。あれか、あそこか。じゃあいなくなっちゃったか。テスポーンした。お前、もう見つけたらずっと見張ってないとダメだね。まあ一回小屋戻ってみよう。小屋バックトゥーザフューチャーするか。フューチャーではないけどバックトゥーザ小屋な。細けえこといいんだよ。だいぶ重要なことだろ。ゴロでしか喋ってねえんだよ俺は。砂漠とか行ってさ、ウィッチひたすら探した方が効率いいかな。砂漠って開けてるから見つけやすいし、砂漠には湧かないとこあるかな。やばいなぁ。1回だけど、1回ワンチャンさ、ルザビアリになるって言うと。あり、なんでなしだろう。いや、アリになってルザビちっちゃいから
敵に見つかりにくいからウィッチのポケットからコソソソソッと怪獣あ、魔女の小屋だ。お、ナイスナイスナイス。もう一匹いる。倒せる一人で。牛乳ないけど。ちょっと閉じ込め。あ、窒息死ならいける。窒息させてみるか、とにかで、コメショウの方が早く攻撃しそうなんだけど。あ、いた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 。あ、いた。ザッピ、回復するんだ。うん、回復してんのか。あ、窒息してる。ナイス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 。クスタ。ずっと食らってるよ、でも。死なないんだったっけ、どうだったっけ。違う、ダグイだけど。あ、死んだ死んだ死んだ、ナイスナイスナイス。あ、待って、でもこれ何も出てない。棒だね、棒しか落としてない。あ、くそーくそー、やむなしだ。まあでも2つあるなら、こことここを往復し続けたら、うん、見つかるかもしんない。行き来してればありそう。2体倒してゼロか。まあでも、さあ気は投げーぜ。本来なら10体ぐらい倒さないと出ないもんなんでしょう。そうなんよね、確率論的には。いや、確率論って存在しないからな。確率論って存在しない。どういうことですか。ん、確率なんてない。私確率信じてないから。あ、まあ人には信じる信じないがあると思うからいいと思うよ。うん、私確率ってオカルトだと思ってるから。いや、こっちは湧いてないっす。湧いてないですか。参ったな。じゃあなんか通常のウィッチ探してくるわ。ノラウィッチ探すか。耐久撮影だ。みんなは多分カットで2分の動画になってると思うんだけど、私たちもうすでに1時間以上格闘してます。サンチャンク。あ、待って、いたいたいた。ルザピちょっと後ろ戻ってきて。あ、どこだ、ウィッチいた。うん、一人で倒せるかな、ワンちゃん。どこだ。いや、多分コムショウは合流難しいかもしんない。ルザピはさっき近くにいたの見えたんだけど。湿地ではない。いやいや、バレた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 。なんでバレた。こいつ人間だってことを理解してやがる。うわ、ダメだ、囲えない。よしよしよし、囲えた囲えた。あの、あ、村通過してなんか左道なりなんだけど、米ショー難しいと思うんだよな。村通過、一旦飲んで、あとは窒息死。ちょっと殴ってから窒息死させる。よしよし、来た来た来た。一人で行ける。ナイスナイスナイス。よしよしよし、これで待ってれば出てくれ怪獣役。頼む。いや、ブロックいっぱい持ってきといてよかった。砂とか持ってきといてよかった。ただマジでしぶといね、ずっとファンファン言ってる。エグザイルかよ。ファンファンフィーフィーのステー。小ゾンビ厄介すぎる。あ、死んだかも、ウィッチ。うわー、空き瓶だった。あら、うわー、せちがれーな。いやー、空き瓶でも3体倒したから、そろそろ出ても。で、運が上振れ下振れなかったらあと7体ぐらいだけど、上振れたら普通にそろそろ出てきてもいいかもしれないし、下振れたら20体倒しても出ないし、30体倒しても出ないからな。いや、これうまいってガチでよかったね。最初に骨馬手に入っててマジでよかった。湿地骨馬本当に役に立つ。いや、だから今のところマジで運いいんだよ。もうちょうどいいタイミングで骨馬出てきてさ、湿地もすぐ見つかって、湿地の中もスイスイ進めて、だからこれ絶対次ぐらいで出る。遠い残した甘栗を姿を5時間眺めることになった。このサンチャンク勝手にナレーション入れんな。リアルじゃん、5時間って割とリアルだからね。地区やりだしてからあんまりもうね、10時間以下はそんななんかよくわかんなかったんだよ。そうだよ、いいよいいよいいよ、コメショー、いい感じに成長してる。サンチャンク、どうする。宝の地図で探すのもありだけど、ウィッチでやるか。この夜頑張ってみよう。この夜頑張ってウィッチから手に入んなかったら宝の地図に甘えるか。まあ、宝の地図で出るとも限らんけど、うん、とりあえずこの夜は本気でウィッチを倒そう。この夜ウィッチを倒せなかったらそこにかけるしかない。もう82時間になるから、探し始めて。来た。違う違う、ちょっと別の来たなんだけど、東西南北のポクの方なんだけど、まあ、ナイス。あの、私も私ですごいいいこと思いついて、ワンちゃんの方が絶対攻撃力が高い、私より今。確かに。ワンちゃん懐かせよう。一本で懐いてくれ。よしよし、ちょっとさせてね。ナイスナイス。いけそう？ルザピ。ドドンド流壁。ナイスナイスナイス。そのまま。前風のゾンビいる。マジ？ワンちゃんあるぞ、いける。うん。お、ナイスナイスナイス。ごめんよ。お前も悪さをしてるつもりはないんだろう。俺もやらないといけないんだ。こいつ回復のポーションめっちゃ飲んでるんだけど、ごくごく。大丈夫、いつか死ぬから。延命措置なんて、いつかは終わりを告げるんだから。ひどい殺し方だな、これ。倒したけど、ナイス。クローストーンダストだ。あー、いらんな、これ。すみません、期待させてしまいました。でもなんか分かったぞ、倒し方。いや、ウィッチが全然出てこんわ、もう私。うん。参ったな、この夜が明けたら宝探しと行くか。でもできればウィッチ倒したいな。ジャングル行くか。わー、夜が明けちゃう。ウィッチいないな。なんで。でも言うて5体倒して、
ゼロか。10体倒すってなったらどんぐらい時間かかるんだ。お宝チャレンジする？終了。宝の地図でやろう。いなかったな。全然湧かないね。あ、いたいた、コメショいた。どこだ？本当だ。浮いてる。ね。いいよ、動かんでいいよ、そっから。ポケマル。よし。地図を渡してくれ。ぴゃん。センキュー。これ、あ、結構遠くね。その地図、俺が最初に手に持った時は、うん、もっと丸大きかった。あっち側から来たんだけど、うん、一番右上にあったんだよ。で、今一番左上にあるじゃん。だから、うん、こっち側に進んでいて、あとはこっちかどっちかはちょっとあれなんだけど。それは確かか。あれ、あ、本当だ。あ、動いてきた。ここら辺のラインかな。こっから右だわ。オッケー。ちょっと待って。うん、それコマショーだよね。今動いて。じゃあここから右。これでダイヤが合ってくれれば、うん、本当は魔女ぶっ倒したかったけど仕方ねえ。この拳は直接会った時まで取っといてやるよ。疲れてきたの。どこだい？こっち側尽きるのか。うん、ひたすらで結構遠そう。弾がちっちゃいから。でもやっぱり怪獣役は現実的じゃなかったんだな。ダイヤ取る方が楽なんだな、やっぱ。でもトラップとか作れたら楽なのかもしれないけど、それなんかこの実況シリーズでトラップ作って大量に怪獣薬手に入れても別に動物になっても何も痛くも痒くもないですっていうのは違うしな。ここです、ここの真下堀か。苦手なやつ。うん、で掘るしかない。コメショ分かる場所、まっすぐでいいよ。あ、いたいたいた、姿見えた、ほら見える右上、うん、でしょ。あー、これか。よし、掘るぞ。真下掘りできないんだよな、これだるいね、掘るの。うん、え、豚だったら斜め下とか掘れない？斜め下切りいける。頑張ってくれ。あ、コメショどこ行った？あ、いや、なんか馬を。あ、馬が埋まってる。馬が埋まってんだよ。なるほどね、うまく助けてやれよ。ルザピ、トリュフ探してる豚みたい。よし。トリュフって豚が匂い嗅いで見つけるんだよ。オッケー。そうなの？そう、豚が見つけてそこを掘り起こして。あったあった。いい。すげー、なんで登ろうと思ったら、なんか凝ったら、うわー、あー、マジか。そうですよね。アイテムあんまり持てないからな、結局。あそこの沈没船見てこよう。行ってくれ。そっか、まあでももう一つ地図あるから。もう一つこれ結構最初の方の階に見つけて、これは今回行かんくていいよねって言って行かんかった地図がある。で、これ村の近くなんよ。宝の地図だ。お、新しい宝の地図違うか、これ今開けたやつかな。え、何が宝の地図？同じやつ出たかも。同じ場所クリックしてみたら分かんじゃない。こっちまで来て。あ、同じだ。同じか。じゃあ一回私たちの住処に帰ろうぜ。で、私たちの拠点の近くの高地を最後に開けて、そこでダイヤが出て終わりと。この動画ダイヤって3つ必要だもんね。で、2つはすでに持ってるから、あと1つでいいんだよね。ダイヤ2つあったっけ？2つチェストに入ってるよ。あと1個か。そうだから1個でも出れば人間に戻れる。ただこれみんな忘れてるかもしれないけど、怪獣薬1つにつき1人しか生き返れないから、最後誰が生き返るかは殺し合いで決めるから。PVP して勝った人が生き返るから。でもさ、結局そいつがさ、うん、責任持った後の2人を生き返らさないといけないからさ。そうだよ。確かに。普通に俺一旦引くわ、ここは。なんで？ダメだよそれは。いや、抽選で決めよう。抽選で。抽選で復活決める？抽選で決めよう。一人が抽選で選ばれた一人以外はアリになろう。あ、待って、魔女。そんなこと言う。マジナイス。行ったやつ。あ、湧いてる。ナイスナイス。ちょっくら行ってくるぜ。はい、出してくれ。大丈夫、自分のミルク飲むかなんぼでも助かるから。頼む。出てくれ。それで出れば、それが出たらコメショウな。うん。それで出たらコメショウ人間な。出ろ。でもし出たらどうする？ノーリアクションでとりあえず俺こいつを倒して村に帰るわ。あー、じゃあ帰った後サウナ入ってコメショウ。うん。その間に私たち締めとるわ。なんで？サンチャンク。じゃあ最後の地図行くか。うん、この地図に私たちは全てをかける。この地図でダイヤがなかったら私たちは引退します。アリクラ引退プリン体ビール。全然言い踏まないじゃん。お、見えてきた。え、これもしかして同じのかもしんない。確かに、そこの島じゃなかったっけ、前開けたの。ここの島を指してるけど。あ、そこの島だね。うわー、ちょっとずれてるけど、あ、でもそっか、あー、同じ宝の地図、同じところを指してる宝の地図だった。ダメだ。魔女見つけよう。ダメだな、魔女見つけるしかないな、マジで。頑張ろう。なんかもう、
クリエにして100体ぐらいスポーンエッグで出してさ、うわぁこんなにいっぱいピッチだーとか言わん茶番クソやらせ実況者じゃん。ちゃんちゃんく二人あだ名ってあった学生時代、急だけどあったね。ああ三つだ。ナイスナイスナイス。出るか出るか、頼むよ、決めてくれ、ゴールドザピー決めてくれ。あ、そうか、ミルクないんか。よし、決めた。ナイス。え、どこにいるどこにいる、ちなみに。めっちゃ遠い。めっちゃ遠いか。私も見つけたいな。それ見つけた場合どうする、抽選にする。いいよ、ルザピが決めていいよ。抽選でしょ。抽選にし、オッケーオッケー、抽選にしますか。それでもし怪獣役が出た場合、抽選で3人のうちの1人が人間になって、次回まあアリになった2人を助けるってことで地獄界だ。あー地獄界だね、本当に。いやまあでも言うてだけどね、ダイヤ6つ手に入れればいいだけでしょ。確かにね、そうだね。うんって考えたら別にいいんじゃない。でも絶対に死ねないっていう圧倒的プレッシャーがあ、6つじゃないわ、4つだ4つ。あ、え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、出たかも。マジ、なんか出た、なんか出た。え、拾って拾って拾って。あ、拾えない。あ、来た、カイジャ来た、ナイスなんだ、神かよ。やっぱりこういう時出すのルザピだよな。出た、マジでナイス、ナイス。自分にしなくてよかった。あたし、ルザビなりたくないんだ、デキラは人間に。ちょっと、うん、アリになりたさもある。あー、じゃあ、抽選用の私作っとくから、それルザビ安全に持って帰ってきてね。サンチョーン！よし、じゃあ集合集合集合。抽選のやり方を説明します。まず皆さん、馬から降りてください。で結構これ大事なんだけど、皆さんアイテムの一番左開けてください。一番左何も持ってない状態にしてください。はい。はい。で、その状態でここを踏むと、中からアイテムが出てくるんだけど、それがまあ一番左のスロットに入るよと。はいはいはい、はい。で、この中のうち2つが水入り瓶で、1つが怪獣薬。で、私たち全員目つぶ、目を、ん？あ、ちょっとワンちゃんは座ってもらって。私たち全員あの目つぶった状態でアイテムを取る。一番スロットにカーソル合わせた状態で目つぶって入る。でなんか誰かが入ってる間は他の2人も見ないようにして、もうそれぞれが自分が何のボトルを持ってるか、誰がどのボトルを持ってるか分かんない状態。なるほどね。飲んでくださいって言ってみんなで飲んで、飲んだ後にせーので目開けて1人だけ人間の人がいるってこと。なるほど、面白いね。そういうシステムでいきます。じゃあ私からまずいくね。で2人は私が何を取ったか見ないようにしといて、で私はもうこれもう目つぶって前進するから、で前進した後右にそれよっか。これ貫圧マン踏んだなって思ったら次右にそれる、うん、じゃあいきます、目つぶります。じゃあいきます、甘栗。よし、アイテム拾った。はい、じゃあ俺いくよ。うん、はい、見ないようにして米翔くんいきます。はい、拾った、拾ってる多分。じゃあ最後のザピ、拾った？多分拾った。じゃあ3人で一斉に飲みましょう。乾杯！乾杯！あー美味しかった。どんな味した？まだ目開けないで。どんな味した？甘かった、甘かった。甘かった。じゃあもうルザビちゃん私多分水だと思う、私飲んだの。俺結構神秘的な力が流れ込んできた米賞じゃんじゃあ目開けよう、せーの、はい、パン。うざくんだ。引きいいな。さすが、やっぱね、それはやっぱルザクさんがね、取ってきたもんだから、ルザクさんが。まあじゃあ、私と米翔は、ルザピがもう絶対次回、ダイヤを5つ以上集めてくれるっていうのを信じて、私と米翔はもう、いいわけでしょ。なんで剣持ってんだ、お前が。リトル米翔ジュニアで。リトル米翔。私と米翔は、アリになります。よし、助けてー。いきます。いい、まずはコメンソーから。ほら、そっち私、そっち私。いつもさ、いつも甘栗なんだよな、そういうの。なんでいつも逆なんだろう。ほら、はい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 、ほら、ほら、ほら、勝った。負ける、これ僕僕負ける説ある。平行すんな、お前仲間しかやらねえよ。あんない。よし、あぶねえ、負けかけた。行くぞ、リトルコメソージュニアで止めをさせてやる。やめて。あれ、あら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 、痛い、やめて。よし、サンチャンクということで、無事アリになることができました、私。分かってると思うけど、これ次回ルザピが死んじゃったら次回はルザピが一人で魔女倒さないといけないからね。任せろ。
日儀に家のドア開けるアリおもろいな。うわ、虫開いてるこの家。というわけで今回ね、私たちなんとか3人で力を合わせて1つの開示薬を手に入れることができたんで、その開示薬をね、うん、抽選でルザピが飲んだっていうことで、うん、もうあとはルザピが私たちを治すしかないから、次回ルザピはもう洞窟にこもるなりなんなりして絶対死なないようにダイヤモンドをね5つ集めてきてください。私とコメショはね、これアリになって割と絶望しかけてたんだけど、逆になんかその今までさ巨乳現象とかで下見えなかったり真下にブロック置けなかったりとか、体が邪魔でブロック置きにくかったんだけど、意外とアリの体って移動速度遅いけどブロック置いたりとかはできるから、コメショーの部屋の内装とかまだコメショー作ってなかったし、露天風呂大きくしたいねとかも言ってたから、まあルザピが頑張ってダイヤ探してる間に私たちはそのこの家をちょっとずつアップグレードしていきましょう。俺たち荷物1個しか持てないからそうだ、しかもツール使えないから置き椅子できないでもそんぐらいしかやることないから、うん、私たちは頑張って働きアリがごとくね、私たちの住処を良くしていこう。頑張ろう頑張ろう。ということで次回も頑張りましょう。頑張れルタピー、頑張れ、いってらっしゃい、いってきます、いった、俺じゃない、俺じゃない、それ俺じゃないです、俺じゃないってリスポンチ点が包む。あの頃私が見上げた空。